皆さんこんにちは、激地です。今回はサイバーパンク2077のグラフィックを強化するモッドのおすすめと導入方法を紹介します。まず最初にサイバーパンクのビジュアルを超絶強化するドリームパンク 2.0 の導入方法とノバラッド、ノバシティ、GITS も見ていきます。またリテクスチャや LOD を強化するモッドも導入してバニラとの違いを確認していきます。なお今回の動画には画面右上に FPS カウンターを表示しておきますので、グラフィックモッド導入による FPS の変化も見比べてみてください。ゲーム内のグラフィック設定は変更せず固定しておきます。設定の内容は NVIDIA の最適化設定にしていますが、 RTX をお持ちの方は DLSS スーパーレゾリューションプリセットがトランスフォーマーモデルになっているか確認してください。トランスフォーマーモデルではレイトレーシングのノイズ低減や若干のパフォーマンス向上が見込めます。すべての RTX で利用可能ですのでご確認ください。それでは最初にドリームパンクの導入から見ていきます。ドリームパンクはラッドとライティング、リジェードプリセットをひとまとめにしたオールインワンのグラフィック強化モッドです。あらかじめリジェードのアドオンサポートとレノ DX の導入が必要となります。またドリームパンクは現在パトレオンで有料配布されているものですのでご注意ください。後ほどネクサスで配布されている無料のラッドとライティングモッドも紹介しますので、そちらの方もご確認ください。ではドリームパンクを導入していきます。最初にネクストジェンドリームのパトレオンページに飛んでドリームパンク 2.1.1 SDR ZIP もしくはドリームパンク 2.1.1 HDR をダウンロードします。動画では HDR の方で進めていきますが、おすすめは SDR のようです。導入の仕方は一緒です。次にリシェード ZIP。オプションは使ったことがないのでスルーして、残りの JPEG ファイルもすべてダウンロードしておきます。一通りダウンロードできたら導入していきます。まずドリームパンク本体。これは中身のフォルダをサイバーパンクのフォルダにそのままドロップしてしまえば完了しますが、アンインストールする際、手動でファイルを削除していく必要があります。注意しておかなければいけないのが、R6 フォルダの最下層にあるオプション JSON。これはバニラのファイルを上書きするので、削除した後は整合性のチェックで復元しないとゲームを起動できませんので覚えておいてください。次はリシェードです。中身のINIファイルをサイバーパンクのビンフォルダ X64 の中にドロップします。リシェードのアドオンサポートもあらかじめ導入済みか確認してください。あと3つの JPEG ファイルは HDR とレノ DX、リシェードの設定画面をキャプチャしたものです。この画像の数値通り各項目を設定すれば最適なビジュアルを再現できますので、ゲーム内で変更していきます。それではゲームを起動して導入の確認をしてみます。 HDR とレノ DX の数値を画像通り変更した状態です。とても美しいフォトリアルなビジュアルですね。バニラと比べると全然違います。バニラのビジュアルも悪くないですが、一度ドリームパンクを見てしまうとバニラには戻れないですね。ちなみに現在は被写界深度を有効にしていますが、邪魔な場合はリシェードを開いてシネマティック DOF を無効にします。あとプリセットの HDR、SDR もゲームの設定に合わせて切り替えてください。これでドリームパンクの導入は完了ですが、とにかく重いですので実際にゲーム内で確認してグラフィックの設定を調整してください。どうしても重いという場合はリシェードを切ってみるのもいいと思います。リシェードを使わない代わりにパフォーマンスに影響の出ない各種ラッドが使えます。おすすめはノバラッドですが、ゲーム内でいろいろなラッドを切り替えて確認できるようにラッドスイッチャーとラッドパックも導入しておくと楽です。ドリームパンクのライティングにマッチするラッドが必ずあると思うので試してみてください。ライティングに関して無料のものが欲しい方はノバシティか GITS をお勧めします。どちらも多少パフォーマンスに影響出ますが、ドリームパンクよりも軽量で扱いやすいです。ノバシティにはオリジナルの転向も含まれている上に CET のメニューで自由に転向を変えることもできます。ただしアンインストールする際は転向をバニラの転向に戻しておかないとセーブデータの読み込みでエラーが出ることもあるのでご注意ください。次はですね、リテクスチャを見ていきます。まずおすすめしたいのは HDD ワークプロジェクト。ナイトシティのあらゆるテクスチャが高解像度にリテクスチャされます。アスファルトや砂利道と岩、壁や壁の落書き、家具やその辺に転がっているガラクタなど、膨大な領域をカバーしています。ファイルは2種類用意されていて、バランスと超高品質に分かれています。VRAM に余裕がないと感じる場合は、バランスの方も試してみてください。もう一つは、エンバイロメントテクスチャオーバーホール。こちらも
かなりの数のテクスチャが置き換わります。 HD リワークとの違いは単純に高解像度化されるだけでなく、テクスチャ自体のデザインも変更されている部分が多いです。ナイトシティを歩いているとテクスチャが置き換わった箇所が分かりやすいと思います。最後は LOD 関連のモッドを見ていきます。まずは Not So Good Draw Distance モッド。円形のオブジェクトを詳細に表示させます。正直パッと見では変化に気づかないかもしれませんが、部分的に拡大してみるとディティールが上がっているのがよくわかります。ビジュアルの細かいところに気を使う方は必須のモッドです。パフォーマンスに関してはそれほど変化はありませんでした。続いてディスアピアリング NPC& ビークルフィックス。歩行者とビークルが消えてしまうまでの距離を伸ばして、ある程度距離が離れていても表示させるようにするモッドです。遠くの方でも人が歩いていたり車が走っているのを眺めることができて没入感が上がります。パフォーマンスもほとんど変化がなく驚きます。もしも遠距離で表示されるいびつな 2D の車を非表示にしたい場合はハイドディスタンス 2D カーズも使ってみてください。ラストは Always Best Quality ADS Map HUD フォトモード Bending Machine and More。 広告や HUD アイコンなどを常に高品質で表示させます。環境によって低品質で表示されてしまう広告を高解像度化しますが、自分の現在の環境でどこが低解像度で表示されているのかはテストモッドを導入して確認することができます。もし低解像度の広告を見つけたらこのモッドを導入することで改善が見込めますので、一度テストモッドを試してみることをお勧めします。ということで今回はサイバーパンク2077のグラフィックを強化するモッドを紹介しました。正直サイパン自体が非常に重いゲームですので、グラフィックモッドを持っていくことで PC の要求スペックはどんどん上がっていきます。現状では僕の PC でこれが限界という感じでした。いつか超ハイスペックな PC でグラフィックモッドモリモリのサイパンを遊べたらいいなと思います。皆さんもいろいろ試行錯誤してビジュアルを煮詰めていってください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。